壁と話、あ、いいよ。じゃあコメントなしで話すわ。バカらしいから。じゃあごめんね。今日も君たちがついてこれないら、中日の話について、じゃあ壁に向かって、いや、立花さんと話すわ。そうだよ。よいしょ。じゃあ損し、立花さんと話していい？これ、ここで、立花さんと喋ってていい？ここで。立花、これと喋ってていい？この立花さんと。うん。だって、一人で喋っててもつまんねえもん。あ、いいのね。あ、じゃあごめんなさい。勝手に喋っとるわ。うん、勝手に喋るわ。うん。これ。これ。勝手に喋ってますね。あ、いいよいいよ。あ、つまらんちは別に、俺一人で喋ってるから。別に面白い面白くないとか関係ねえから。俺が喋りたいこと喋るから。ラジオの話、じゃあ、アニラジの話してますね。はい。アニラジの話してます。その仮面にぶっかけろ。そういうくだらねえこと書かないで。じゃあね。じゃあ、アニラジについて、アニラジについて話しますね。アニラジっていうのがですね、当時文化放送、僕もですね、ものすごいラジオ番組投稿しました。のんことのび太のアニメスクランブル、あとは林原めぐみの東京ブギーナイト、小森まなみのポップンパジャマ、マミのラジカルコミュニケーションだとか、ね、香りのハローアニポップだとか、な、特にいろんなラジオ番組聞いてました、当時は。で、僕はですね、本当にラジオが好きすぎて、どうだったかな、はがき職人っていう風になったんですよ。はがき職人。はがき職人っていうのは、当時54円ではがきを買ってきて、で、うわーって投稿して、で、何回呼ばれました。読まれる瞬間が一番気持ちいいの。何が、ラジオの何が一番面白いかって、ただ聞いてるだけだったら 50%。で、投稿することに興奮と喜びを得れるんですよ。まずね、投稿するじゃん。ほんで、その瞬間12時、22時30分やったら、ポチで録音ボタンを押して、ラジカセで、当時ラジカセで、ラジオここに置いてラジカセになって、リアルの音を放り込んで、そこで聞くんです。んで、当時ね、愛知県ペンネーム、ケイライノチくんって呼ばれた瞬間に、ピクーってなって、ほんと、全身に電気が走るんですよ、その瞬間。ラジオでハガキが読まれて、ケイライノチくんって呼ばれた瞬間に、マジ電流化して、ピクーってなって、本当に息が吸えなくなるんだよ。本当に興奮すると人間って、カフカフって息が吸えなくなって、ドキドキのって心臓の音が聞こえるようになるんですよ。で、その時にね、ハガキを読んでくれます。で、その瞬間に嬉しいんだけど、その後にのね、2つ楽しめます。録音したボタンをキュルキュルキュルってね、ラジカセで元に戻して再生するの。それを何度も何度も聞いて、ね、その反応を伺ったり、ね、当時のね、リスナーこんなこときっと考えてるんだろうなって伺ったりですね。めちゃくちゃそれが良かったわ。うん、で、俺ね、それをね、あまりにも、まとめた、ラジオノートっていうのを作って、ラジオで読まれたノート作ったんですよ、当時。あれ？どこ行っちゃったかな？ラジオで読まれた記録を、鮮明ね、結局、テープだと時間経つと擦り切れるんだけど、あれ？どこ行っちゃったかな？どこ行っちゃったな？ラジオノート。俺の作ったラジオノートって、ラジオのことをまとめた、採用された、あったあった、これ。これ見てください。これ、ケイライノチ特集。これ、ケイライノチ特集。これで自分で、ね、ケイライノチをね、当時名乗って、こうやって、2000枚以上を読まれたんですよ。累計2000枚かな？うん、累計2000枚ね。王監督の喘ぎ声、大歌とか、ね、これ本当に滑ったけど、この世で一番っていうぐらい滑ったけど、ダジャレのコーナーがありまして、王監督の喘ぎ声、っていうですね、とんでもないギャグとかを言ったり、うん、いや、この頃ね、富永美など、走り歌謡曲サンデースペシャルという番組だとか、いや、こんなにたくさん採用されてるってね、嬉しかったね。うん、特に僕がね、最大で言うと9ヶ月間毎週毎週 5,6 枚出したように一切読まれなかったんです。その当時のパーソナリティ、小森まなみ。ね、まみちゃんって呼んでたんだけど、小森まなみがね、全く読んでくれませんでした。で、絶対に読まれるって言ったら 100% 呼ばれる誕生日のね、コーナーですら呼ばれなかった。オープニングの誕生日のね、なんとかくんおめでとう、まるまるくんおめでとうとか、そのコーナーすらシカトされて、めちゃくちゃ嫌われたんですよ。要は、本当今で言う忍法みたいにストーカーしてたかもしれない。ハガキで。で、最終的には俺ムカついたから、ね、ハガキに、なんで読まないんですかって書いて送ったけど、それすら読まんくて、余計、ね、読んでくれなくなって、もうやめようかなと思って9ヶ月目。
顔ね、パチンって潰して、顔叩き潰して、蚊が出てきましたってセロハンテープに貼ったら読まれました。その瞬間に肩の荷が下りたというか、ああ、やっと読まれたってなって、もう投稿やめました。その後に。なんか、アンチと一緒、その時に感じたの、アンチコメントと一緒かなと思って。要は、読まれるまで書くんですよ。でも読まれた瞬間に、なんか、気持ちよくなって解放されて、あ、やっと俺の存在をね、認めてくれた。やっと俺のハガキをね、手に取って見てくれた。この瞬間に、もう、投稿するのはやめようと思って、引退しました。それがね、あったのが、1994年。これね、1994年から俺投稿してたから、今から約20年前ですね、1994年っていうと。20年前からですね、こういう配信続けて。そしてね、なんで、聞いてる？連投してるやついるからやめるわ。うん。ちょっと運営さん、この連投者、NG してもらっていいですか、本当に。後からちょっと、ちょっと、これ NG 入れられないんだけど、これマジで。早すぎて、コメントが。どこ行ったん、これ。人が気持ちよく喋ったのにさ、人が気持ちよくさ、ラジオについて喋ったのにさ、連投されるとさ、マジや、や、ムカつくんだけど。ね、楽しかった。俺も思い出か、思い出語るのにさ、せっかく。今日